参上雷調査隊イエーイ。はい、赤坂 TV から見ている方も時空 TV から見ている方も、はい、お台場 TV から見ている方も、うん、全国ネットカフェ自由空間から見ている方も、はい、その他ユーストリームから見ている全世界の皆さん、はい、こんにちは。こんにちは、雷調査隊です。はい、この番組は東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして全世界にお届けいたします。生放送の参加型番組でーす。この番組は1時間生放送でお送りさせていただいております、はい、チャット、ツイッターでの参加どしどし募集しております、うん、チャットの方ですと、うん、ユーストリームさん登録していただきますと、うん、参加できますので、はい、そしてツイッターの方ですとコメントの後に、はい、はい、アットマーク時空TV、アットマーク JIQOOTV、 こちらの方をコメントの後に足していただきますと、はい、ツイッターでの参加もできますので、ぜひとも1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。よっしゃ、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 なんかオラオラ気味な、オラオラみたいな、今日どうしたどうしたんだろう、ちょっと疲れがね。今ので全部出し切ったからね。ちょっとお疲れモード、ね、ちょっと頑張って。そうですね、じゃあもう早速ね、自己紹介、はい、いきましょうか、はい、いきましょうか、はい、私が、この雷調査隊の隊長を務めさせていただいておりますくまちゃんこと、くまちゃんこと、熊川雄大です。どうぞ皆様よろしくお願いします。つば飲んだの、飲みましたもんね。いかついよ、どうした、ちょっと荒々しいんですよ。荒々しいの、ちょっと疲れが溜まってる。いや疲れは溜まってないけど、どないどっちですか。はい、はい、今度ね、うだうだ話しても仕方ないので、はい、はい、早速番組の方進めていきましょう。はい、じゃあ一人で違うでしょ。どんな番組。違う違う、なんかもう、ここ消え去ってきた、なんかこう、なんか背景にうちも頑張って、唯一の美女、はい、そうね、はい、雷調査隊新人隊員の、うん、あっちゃんこと、うん、おばあちゃんこと、うん、田中敦子です。よろしくお願いします。あのさ、毎回さ、おばあちゃんことって言ってるけど、あんまり浸透してないよ ね。あれ、おばあちゃん、そもそもなんでおばあちゃんってなんかなったの。え、姫ちゃんがつけてくれた。あ、ほんと、おばあちゃんみたい。私がおばあちゃんみたいな。今日なんか目の周り金粉が金粉金粉じゃないですよ。どうしたのそれ。ちゃんとしたあれですよ、うん、何、ちゃんとしたあれって何。あれですよね、星が飛んでるんですよね。あ、おしゃれね。そうですよ。あ、なんだ。おしゃれ。あ、ほら、アップね。今日の抱負は。今日の抱負ですか。はい、そうですね、うん。じゃあ皆さんオラオラで頑張りましょう。オラオラで頑張ります。今日1時間オラオラで。1時間オラオラで。みんなキャラそれでいきましょう。あ、なるほどね。はい。わかりました。あ、はい。あれ、なんかめっちゃ普通になっちゃった。普通でね。あ、はい。じゃあよろしくお願いします。あ、お願いします。はい。はい、じゃあ、おしん、はい。そうね。オラオラ系でいこうか。そう、オラオラ系で言って。はい、よし、よし、よし。おっす。雷調査隊。おしんこと、おしんこと、山本慎一っす。本日も1時間よろしくっす。こんな感じ。あのね、なんかね、違う、古い、ね、不自然。なんだろうね、なんかその山本と正会員がね、ちょっとなんか男のあれ、男、まあ男の男性みたいな、すごいなんかオラオラ系の言うとさ、なんかね、はい、声がね、なんかすごい震えてるような聞こえて、大丈夫かなと思う。大丈夫ですか。おっす。迫力、迫力。あ、大丈夫っすよ。行こうか。行こうか。あ、いいですね、大阪弁でね。はい、さすがですね。はい。ということで、はい、ちょっと番組の方もね、はい、あ、痩せた？大丈夫。痩せてないです。はい、あ、本当。すみません。今日の抱負は、はい、今日の抱負は、うん、笑顔満開、春先取り、頑張ります。何何何ですかその声。あ、そうです、アップだよしんちゃん。やつれてる。やつ、いや大丈夫です。大丈夫です。でもね、最近なんかすごく暖かくなってきましたね。そうなんですよね。ね、やっとなんかね、ちょっと夜もさ、春っぽくなってきた。そうだね、春っぽくなってきたね。これ暑いんじゃないのこれ、ちょっと。あ、そうですか。しかも中にもう一枚来てるんですよ。なんで寒がり。うん。
ボーダー？ボーダー。暑くないんですか？あ、大丈夫ですよ。見えないところもおしゃれっていうね。うん、でもね、やっぱあの皆さんもね、あのそろそろやっぱ花粉が飛び交う季節なんですよ。そうですよ。今年やばいらしいですね。12倍、なんかすごいらしいですね。10倍以上、去年のみたいな。そうなの？言ってましたよ、ニュースで。でも毎年言ってる気がするけどね。あれ？年々ね、やっぱり花粉が増えてきていってるんですよね。そうですよ、うん。だから皆さんも気をつけてくださいね。ね、花粉対策ね、マスクするなりね。そうですね。あのね、それ目薬さすなりさ、やってください。はい、それではあの今日もありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そうですね。はい、入っております。はい。川原誠也さん。こんにちは。トーミーさんですね。トーミーさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。はい、はい、呼んでいてください、あっちゃん。はい、川原誠也さん、今日お休みって来てます、はい、そうなんです、ちょっと1分か2分ぐらいそうですね、はい、うん、大丈夫です。大丈夫です、すいません。誠也さんがですね、はい、こんにちは、はい、今日高速バスのドリーム、高松号、おうおうおう、夢タウン高松から新宿駅間、はいはいはい、16,420円の往復切符を学割価格で購入し、さらに新宿のホテルを予約したせいやです。何？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつ来るの、せいやくん？そうですよね、3月の、再来週でしたっけ、番組もしかしたら遊びに来てもらえるかもって。もしかしてその予約なのかな、かな、やった、ね、ガティもやったね、ありがとうございます。はい、トミーさん、あ、4日です。あ、来月の4日、ありがとうございます。都知事東京都知事ですか、大丈夫です都知事多いな、ここも。トミーさん、はい、人少なくねって言ってますけどね。あれ、確かにね、少ないね。ほんまよ、どうしたんだろう、みんな。今日なんか、あれはギャルは、ギャル連絡あった、ギャル、よ、音沙汰ないですね。音沙汰、どうした。ちょっと今すぐ来い、マユミ。姫、プリンス。多分寝てるかな。やばい、ガチですか。寝坊、寝坊しかも、もう。何してんの、あの子。またなんか、ね、変なホストクラブの、どの子の。あ、いやいやいや、ちょっと生放送、生放送。ここで、ここでちょっとあの、マユズミの顔を落としとこうから。いない、普段言われてるからね。はい。み、み、み。あ、そうだ。相原ゆずきは、あ、みずき、みやびはどうしたの？みやびは、あれですね、うん、あの、お稽古ですね。あ、そうですね。あの、舞台のお稽古中ですね。うん、本番間近ということで。あ、そっか、3月に舞台があるんですね。そうです。はい。はい、みと、姫はサボり。うん、あのね、みはね、ちょっと、あの、舞台芸がね、うん、はい、頑張ってます。あの、姫はね、サボり？どうなんですかね。じゃあ多分舞台、あいつの舞台がさ、間近だから舞台稽古してんのかな。そうだそうだ。あ、でも書いてありましたよね、ブログに。そう、昨日か一昨日、明日ぐらいから稽古始まったみたいな。うん、ね、そう体調防止好きですね。一体いくつ帽子持ってるんですか。そうですね、まあ、僕ぐらいになってくると、まあ僕ぐらいってか確かに意味がよくわかんない。まあ流しとくわ、はい、まあでも、まあ10、うん、多いですね。でも10あるんですけど、10ちょっとあるんですけど、かぶるのは2つぐらいですか。あれ、その8個はどうしたんですか。あのね、もうかぶりたくないっていう。なんでですか。なんかダサいかなと。うん、やばい、10個あるけど、その時のね、気分もあるので。あの、僕あれなんですよ、あの、帽子もそうなんですけど、あの、スニーカーが好きでですね。あの靴ね、あれがね、すごい好き。あれ、結構持ってますよ、あれ。うん、あれでも最近、あの、横の柄を変えれるっていうのありますよね。え、何ですかそれ。なんかやってたんですよ。やってたっていうか、うん、あるよく店たまにあると行くと、こう、うん、なんていうんですか、横のあるじゃないですか、この横のあの色が違うとこ、なんていうの、あれ、あの、うん、なんとも言えないけど、うんうんうん、あ、こうなんか柄を変えれるみたいな、ありますよね。あ、分かる分かる。自分のなんかしたい柄にみたいな。そう、それがね、ちょっと待って、聞いてよ。あのね、僕もね、その何、はい、その、あなたのお好みで、そのスニーカーが自由自在とか、なんかそういう歌い文句ね、あの、ね、やってるじゃないですか。俺、この前やってきたんですよ、それ。うん、全然ダメ。お好みの色にしたいのよ、俺は。はい、あのね、なんか、ね、言うほどね、あのね、自由自在じゃなかったです。ある程度、顔、ね、
そういうふうに歌ってるんだったら、あの、ね、もう全部揃えてこないと、生地も揃えてこない。俺生地もね、あのね、変えたかったんですよね。ああ、なるほど。でもね、ダメだった。だからすぐ帰ってやりましたよ。ああ、すぐ、どんな感じで帰っちゃったんですか？え、なんか、絶対嘘、本当にやめちまえってチッて言って言わない、絶対頭髪が気になるって。頭髪が気になる、帽子かぶってる理由じゃないの？ あのね、いやだたまにすごいもんね。そうですよね。今日でもそうでもないよ。今日はまあ普通じゃないですか。どうでも、あ、ちょっと待って、後ろなんかあれですよ、台風の目みたいな、台風の目みたいになってる。もうぐるんって。これ完璧タレントの、あの、意識少なくね。だから帽子でごまかしてるんですよ。もともと寝癖をこう隠すために帽子かぶってこれちょっとやめですよ、ちょっと直してみたら。じゃあ直してね、直すよりもね、帽子でね、あの、やった方が絶対ね、見栄えがいいよと思ってね、あの、やってきたんですよ。いや、そうですけどね、はい、まあ、今日水曜日なんでね、うん、はい、ちょっとね、あの、そうなっちゃいますよ。そのうちサングラスとか持って。ああ、いいです。でもメガネかけてきてますよね。そう、メガネ僕かけてきてます。うん、うん、はい、そうやね。誰撮ったんですか。あ、新しい方が来ましたね。コロレお姉さん、こんにちは。今日はちょっと、あの、舞台稽古休みの面々がいてるんで、3人ですが、はい、はい、楽しく盛り上がっていくんで盛り上がっております。ついてきてください、お願いします。はい、お、また新しい方入ってきてるんでしょ。おい、お、アルチェミストさん、はい、アルチェミストさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コルレオネさんもこんにちはって言って、こんにちは。ありがとうございます。やったやった。こっちは今こんにちはですよね。こっちあれですね、今日本時間でいうところのお昼か、お昼ですね。うん、今夜だからさ、うちの現地が。ああ、なるほど。あ、はい。どこの手？どこの手か分からんかったけど。あ、ホノルル。あ、そうです、ホノルルです。ホノルルシーズン、ホノルルに今から言っちゃった。あ、ほら、さすがね、川原誠也さん。そう、分かっていただいて、そろそろ調査報告、うちらのこの番組のね、趣旨をね、ちょ、しんちゃんガツンと言ってください。フルネ、はい、冒頭でも、はい、お伝えさせていただきました。この番組は東京の人、食、はい、歴史、文化を調査させていただいております。情報番組になっております。で、毎週金曜日、はい、ロケの方をさせていただいております。はい、お店であったり、会社さんであったり、人物であったり、建物であったり、いろいろ調査させていただいてるんですが、はい、最近、あの、本当飲食店が、最近はね、ちょっとさ、あの、飲食店のお店を調査させていただいてるんですが、で、調査させていただいたお店を数珠つなぎみたいな形で紹介して、はい、どんどん、はい、東京進出という感じで取らせていただいております。、はい、で、水曜日はその金曜日ロケさせていただいた調査報告をスタジオから、はい、本部からね、素晴らしいですね、はい、ホノルル本部から、はい、ホノルル今日は、ね、今日はホノルルでございます。支部の方から、はいはい、お届けさせていただきます。はい、で、先週調査させていただきました金曜日、はい、はい、どこ、駅はどっか覚えてる？はい、京王長山駅か小田急長山駅ですよね。そうです、はい、はい、から徒歩だと30分ぐらいかかっちゃうんで。ちょっとね、すごいことになるんで、あれですよね、バスで、バスっていうよりもタクシーがいい、タクシーの方がいい、うん、早いですね。あ、ね、タクシー、そうですね、うん、はい、言っちゃって、そうですね、タクシーの人にもメダカさんって言えばもうちょちょちょって言っちゃいますよね。そうですね、やっぱ、あの、本当に地元密着型のね、はい、いい居酒屋だったんで、そうなんですよ、ね、先週の金曜日調査させていただいたのが、はい、居酒屋、飲み食いどころ、はい、メダカさん、メダカさんですね、メダカさん、はい、うん、お調査させていただきました。うん、ってことで、長山駅の方からタクシーの方で、はい、あの、メダカさんとタクシーの運転手さんに言っていただいたら、もう即分かって、そうですね、連れて行ってくれる。バスだとあれだよね、あそこ鶴川行き、あ、いあ、あ、そうですね、の、うん、のバスに乗って、はい、そうですね、で、途中下車やったよね。途中下車です。そうです、そうです。亀なんだっけ。お前忘れたのか。待ってください、チャーリーさん、隊長、待って、その前に隊長が忘れてましたからね。違う、ずる、あれか、はい、
はい、新しくチャッターさんが入っていただきましたね。お、入ってきましたよ。あ、げんこつさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、市場家さんも、How are you? How are you? How are you? ファインセンキュー、アンディー、I'm happy、 アンディー、アンディー、もうやばい、なんか英語だとちょっとかっこいいですね。あ、そう、俺だ、俺だってあれだもん、もっとあのホノルル生まれだからさ。え、熊本生まれじゃん。今日だからうちのやばい、ホノルル、先ほどもホノルルから実家あの中継でお送りしてますって言ってましたけど、これうちの実家なんですけど、実家に遊びに来てます。あのさっきあのうちのママ の、 あのミートパイ焼いてくれたんで、ミートパイ美味しかったよね。美味しかったです、ミートパイ。美味しかった、美味しかった。あんまりでも風景いつもと変わらんけど大丈夫かな。いらんこと言うよ。怒った、怒った、怒った。はい、あ、そうだね、脱線しましたけどもね。はい、あと何人気だったっけ、あれ鶴川行き、鶴川行きの、そうなんですね、鶴川行きの、あれ、なんかもう鶴川行きのバスでしたね。どこやったっけ、ちょっとそこまで覚えてる。そうそう、ますよ、ね、アーカイブに載ってます。はい、はい、ぜひともね、バスで行こうって思われる方はあのアーカイブの方を見ていただけると、はい、はい、そうですよね。じゃあ大丈夫、体調失格だ。だまい、だまい。そんな感じで先週金曜日、はい、メダカさんを調査させていただきました。はい、そうですね、はい、本当ね、さっき体調も言ってたように、うん、本当周りの地域の方に愛される素敵なお店でしたね。そう、そうなんですよね、うん、すごい。でも本当そうだよね、だってもうね、あのこっちね、メダカさんからちょっとお送りしてる時もですね、うん、あのひっきりなしにお客さんが入ってきて、 そうあのそこのメダカさん の、 その、ね、席であの、ね、やらせてもらってたんですけども、うんうん、やっぱその俺たちがやってるもんだからさ、うん、あのやっぱ入れない、ね、お客さんがね、うんうん、入れなくてね、ちょっとあの入り口のところで何人かね、そうなんですよ、あの待たされてまして、ね、待たされておりまして、ね、待ってましてね、待たされておりまして、全部お前復唱してんじゃねえよ、おめえよ。隊長のはね。そう、でも本当ね、はい、お店の方着いた瞬間も混雑してたのよね。そうなんです。時間も時間で。いっぱいいっぱいで、あの家族連れもすごく多くてですね、やっぱり住宅街の中にいっぱいあるっていうことでですね、そうや、なんかあの、そうそう、家族で来れるファミレスチックな、まあなんか居酒屋さんっていうか、本当昔ながらの、そうですね、定食もあったり、学生さんも多かったよね。いました、いました、多かったですね、はい、はい、そしてそのあれ、店長さん、店長さん、うん、はい、宇野さん、宇野さん、お話しするんですね。ちょっと出るのが遅かっただけ。ダメだよ、もっとガンガン行かないと。そうですよ、店長の宇野さんですよ、宇野さん。ね、あの方もね、すごくね、あの気さくでね。そうですね、ね、ありがとうございます。せいやさんがね、うん、日本人に忘れかけた何かがありましたね。いいこと言いますわ。いいこと言う、せいやさん。いいです。何があったの、雰囲気、まさに。なんかね、エプロン姿の、あの奥さん、そう、うん、ね、ま、ママ、そっから雰囲気良くない？うん、で、あの私がさ、あの来た時もね、あの今日よろしくお願いしますって言った時も、あー、いいよ、はい、ほら、座ってって言ってさ、すごいニコニコで、ね、うん、言っていただいてね、あったかかったよね。そう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 。働いてる子ら、みんな坊主やったし、ね、坊主、体育会系の、超ごっつかったよね、うん、聞いちゃいましたもん。そうそうそう、何分ごつくてさ、あのちょっとテレ屋さんもね、女の子の子もいろいろいてね、いましたね、いろんな方もね、いてね、本当に。で、はい、何いただきました、何いただきました、あっちゃん、ですよね、馬刺し、はい、ない、あのカレーうどんのもつ、あの新、なんていうんですか、新メニュー、新メニュー、はい、はい、全部気は私が言う感じ、そうだよ、もう、あとはもつの何でしたっけ、あれ麺のもつ炒めですか。そうです、もつ炒め、はいはいはい、あとはあとはなんか大きいやつもらった、大きいやつ、ジューシーなやつもらったでしょ、こんなんこんなん、そう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 、なんだこれ、こんなんだよ、こんなんよ、なんこんなんだよ、耳ですか、じゃあこの形を見て、これ見て、おばあちゃん頑張れって原骨さんが言ってくれてる、ほら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 、おばあちゃん頑張れって、あれ耳が、あ、新しくチャッターさんも入っていただきました、静岡さん、はい、あ、静岡さん、あ、
違う。お、はい、VUL さんですね。VUL さん、VUL さんとあと静岡さんも入っていますね。はい、ありがとうございます。はい、この先週のね、調査したお店を今ちょっとねこちらで報告させていただいてます。はい、あのメダカさんという居酒屋さんをね調査いたしまして、はい、もつ炒め、馬刺しとね2週間前にできたこの新メニュー、いや、もつのカレーうどんですか。そうですね、うん、あと餃子、あ、餃子だ。いやいや、あの耳の折り方じゃ分かんないですよ。うっそー、分かるでしょ。うっそー、おばあちゃん認知症発症って言われてる。ほらほらほら、それなら、あれですよ、皮をこうやる感じのあれをしてほしかったですね。だってこれイコール、これイコール餃子じゃない。で、これイコールたこ焼きでしょ。そうそうそう、ね、え、分かる。ジェネレーションジェネレーションやったー、平成平成、イエイイエイ。ちょっと人生経験が少ないな。よし、じゃあ覚えましたよ。はい、認知症って言われちゃった、うん、雷みたいでほにゃららが。はい、うん、そうですね、そう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 、雷みたいなサービスをしていただきました。はい、ぜひともねアーカイブの方も ね見ていただいた方がもっと分かりやすいと思いますので。そうですね、はい、うん、またね、もつ、もつプルプルしてたんですよ。ね、すごい美味しかった、うん、静岡さんがあのちゃんと のぞいてこんにちはって言って、はい、こんにちはって言って、壁から可愛いですね。若いんだなってほらトミーさんも言ってますよ、若いんだな。私がですか、ジェネレーションギャップについて、はい、そうそうそう、やっとやったやっと。まあでも若いって言われるのもね今のうちだけどね。いやいやいや、本当に今のうちよ。ね、そうだよね。そう、あと何やっちゃん何を調査しました？あのね、そのね、そうなんですよ、カレーうどんのそのさ、カレーうどん、もつが入ったカレーうどんですよ、2週間前に新メニューで、あれがちょっと僕びっくりしましたね。初めてのこのね、あの食感というかですね、まあ、あの食感もさることながらね、またそのカレーとね、もつってやっぱ合うんですね。初めて、そう、それもちょっと発見できてね、この前のメダカさんでね、本当ね、もつ自体が大きくて、うん、入れたら溶ける、うん、そうなんですよね。噛んでも噛んでもなくならないとかじゃなくて、本当に入れるとジュワーって溶ける、そう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 、すごい、またね、油もすごいあのさっぱりとした泡でね、そうそうそう、こってりしなくてですね、はい、そう、味付け的にもね、うん、あのもつ炒めの方もあの人気商品なんですけど、うん、そのもつ炒め自体のもつも本当に大きくてゴロゴロで、あとね、あれね、ご飯に合いますよ。そう、ご飯すごくいいね。米米、僕思ったんですよ、メダカさんのメニューっていうのはご飯にもあのお酒にもすごい合うメニューが豊富だなと思いましたね。どちらでもいけるって、だからそういうファミリーがいっぱいいるんじゃないかなと僕は思うんですね。はい、あの家族でやっぱ来てるからさ、やっぱお子さんとかも食べたいじゃない、ご飯、ね、お子さんご飯とあれじゃない、確かに、あのおかず、おかずがあれば、でもお父さんお母さんはお酒とメニューね、そう、それで食べたいし、だからもうすごいねバランスがいい居酒屋さんだなと僕は思いますね。はい、今日珍しくなんか手振り多いよね。なんでいつもよ。ほんまに、そうだよ。そう、たまにあっちゃんにこうもろかぶりしてそんなことはないです。あっちゃんオムライスはチキンライスでねって書いてあるけど、どういうことですか。あのですね、この間、うん、あ、最近、はいはい、あの自炊をしようってまた、はい思い始めたんですね、うんうん、はいはい、またっていうことは一回あの断念しちゃったんですか。一回断念して、うんうん、で2日前ぐらいですけど、はいはい、始めたんですね、はいはい、でそれはでもちょうど卵があって家に、はい、うんうん、それで生クリームもあったんですよ。で生クリームを入れるとすごい卵がふわふわになるって書いた、書いただったか、うんうん、まあ、ね、だなんで、うん、あ、じゃあ今日は、うん、オムライスを作ろうと思って。いいですね、そうですね、そう、すごい卵をふわふわにしたいっていうのが頭にありすぎて、そのあのオムライスの中がチキンライスっていうのを忘れてて、うん、でスーパーに行ったんですよ、うんうん、でまあ、スーパーで買って、うん、サラダとか買って、うん、で家に帰った時にあっって気づいて、普通にこうやってご飯炒める前にもう普通に白ご飯炊けたと思ってこうやって白ご飯を皿に盛って、うん、でもう卵を入れて終わった時にあれみたいな、あれチキンライスだみたいな、大丈夫、うち白ご飯を入れてたんですよ、わかります、そこで気づいたんですよ、あ、オムライスってチキンライスだみたいな、大丈夫大丈夫、ちょっとなんか一緒に番組してんの怖くなってんけど、ちょっと待って待って、俺ごめんなさい、よく分かんなかったんですから普通ね、オムライスの中身ってチキンライスでしょ、ケチャップで、うん、あ、はい、え、うん、
まあ、今ねアレンジしたものっていっぱいある、まあまあ、いろいろありますけど、大体が大体がチキンライスとかじゃないですか。はいはいはい、はい、うん、やけど普通に白飯入れてただけやってんて。そうなんですよ。え、でもスーパーで買いに行ったんでしょ。いや、スーパーに確か買いに行ったんですけど、うん、ケチャップも買いに行ったんでしょ。あ、それも結局忘れてたんですけどね、家になかったんです、ケチャップ、うん、もうこんぐらいしかなくて、うん、あ、え、スーパーでは何を買いに行ったの。サラダとかだけです、うん、やばいぞ、やばいぞ、大変だ。いや、その時は本当にやばいと思いました、うん、自分でもやばいと思って、まあいいや、白ご飯でって言いましたけどね。で、美味しかった、そのオムライスは。まあ美味しかったですよ、うん、ケチャップもこんぐらいしかなかったんで、マヨネーズとミックス。え、他にスーパーで何買ったの。え、他にスーパーに、もうオムライスの話はいいや、スーパーで何買ったの。じゃあ、いろいろね、コンビももらってくれてるし。ね、言ってみましょうかね、うん、なんかそのせいやさんもね、ケチャップのつけ忘、うん、かけ忘れとかいろいろね、うん、言っていただいてるんで、ね、そのうどん、あ、そうね、あのね、河原せいやさん、さっきの話ですね、うんうん、あのメダカさんの、そのカレーうどん、もつは行ったカレーうどん、あの、ね、うんうんうん、そのうどん家庭でも作ってみようと思ったら作れちゃいますか。でもね、あの味はやっぱり、うん、ちょっとあのメダカさんでした、うん、ね、だけでしかちょっと味わえない味じゃないかなと思いますね。確かにもつがね、しかも、うん、もつもそうだし、カレーうどんのさ、そのカレー風味もそうだけど、すごいなんか和風の香りもするんだよね、うん、そう、だからいろんなね、だから多分あれはね、メダカさんに行って食べちゃうしかないですね。ぜひですね、あれはですね、はい、はいはい、あっちゃん、お、あっ、だけだか、あっちゃんだけかと思ったら、くまちゃんも姫がいないとのびのびしてる。だからか、あれ、うちすごいのびのびしてると思う。してますかね。あの、そうだね、ちょっとあの話を遮る人がいないっていうのがすごくありがたい。ありがたい、ありがたい、ありがたいって言っちゃった。さっきのオムライスネタで、あっちゃん一回病院行こうかってトミーさんが言っていただいております。まあ、ぜひ行ってください。そうですね、はい、近々。おばあちゃん放浪癖って感じで、いろいろね、あ、はい、どんまい。いや、でも卵はうまくいったんですよね。あ、いった、それで満足しちゃったんですね、うん、きっと。そもそもなんで生クリームがあったの、おうちに。バレンタインだね。そうなんですよ。いや、でも実際私生クリーム使ってなくて、さ、友達のだったんですけどね。あ、お友達の生クリームですか。はいはい、お友達の家が生クリーム商店やってる。違う違う、そんなそんな人おらんでしょ、珍しくない。目すごい、おーおーみたいな。え、でもおーおーみたいな。あ、あ、そっか、そう。生クリームか。え、何ですか、何ですか。ひと手間加えると ね、 そうですね、あの、卵料理にマヨネーズ入れるだけでふっくらする、ね。ああ、わかりますね、はいはいはい、やってみよう。できたもんね、はい、はい、おつぼねは今日から稽古か。はい、そうですね。あ、おつぼね、うん、おつぼねって言うんですよ。おつぼね、うん、漢字をね。漢字をね。おー、曲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 、おつぼね、うん、そうですか。おー大丈夫。ちょっと、二人明らかにちょっと噛み合ってなくないですか。大丈夫です、大丈夫ですよ、ね、いやいや、全然全然大丈夫です、はい、余裕です、余裕です、はい、あと何をいただきました。そうですよ、メダカさんの紹介をしないといけないんですよ。あっちゃんのね、オムライスはね、あのね、どうでもいいんですよ。何もないですよ、言いました、でももう終わりましたけど、ね、はい、私は、はい、で、他の何を、餃子ね。そうです、餃子、こんな、そうそう、こんなんですよ、これね、わかりづらいですか。わかりづらいですよね。いや、でも1個ほんとこんぐらいでしたよね。これが5つぐらい、あっちゃんの顔ぐらいあったよね、それくらい大き、あの、うん、あのあれ細かす細かす。あ、しんちゃんの顔ぐらいありましたね。しんちゃんの顔ぐらいありましたね。そうそうそう。でもさ、でもすごい大きかったんです。うんうんうん。俺すごい大きかったんです。うまい。うまいね。パンします。そんなにさ、アップアップ。そんなに大きくないと思うけど。でもね、そう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 、基本餃子ね。うん。そう、ニンニクが効いてて。うん。食感はどうでした、その食感は。いや、外はパリパリ、中はジューシー。あ、ね、僕もちょっと言わせていただきますけど、うん、外はパリパリって言いますけども、外はパリもちでしたね。そうやね、パリパリ、皮がね、ちょっとした、うん、なんだよ、しゃべって終わった、終わりだこれ。違います、外はパリパリもちもち、はい、中はジューシー。そう、ね、で、しかもね、いろんな具材が入ってるからね、まあ、これ美味しいんだよね。
こうなんかひき肉の皮なんかすごいお肉のジューシーさもあるけど、なんかニンニクのねあのすごい香り豊かなやつもあるし、だからいろんなねあの味がこうねあのかもいろいろね絡まるんですよ。それがすごく僕は好きで、はいはい、あと何でしょう、馬刺しよ、馬刺し、そうですよね、うん、何めつぶってじゃあ俺思い出してんのよ、そのねあの食感とかさ、これ大事よ、あの食をレポートするんだったら ね、まあ、そうですよね、こういうねでもなんか感じる目開けてほしいですよね、目開けちゃんとあの呼んでもらってもいいですか、体調はツッコミに弱いからあっちゃんどんどん突っ込んでって頑張るよ、そうですね、足頑張りやすいよ、だからね今ね横で本当に無法地帯になってるのよ、はい、なんかもう突っ走ってましたね今、うん、普通の3倍ぐらいでしょうか、あ、餃子の大きさですね、いや、本当にもうそんぐらいでかいですよね、うん、大きかった、どでかかったですね、うん、体調その間はその間はその間は、うん、今日はくまちゃんオンステージや独占しております、くまちゃん、せやさん、じゃあん餃子のタレかけなくても美味しかったり、うん、そうですね、あ、そうですね、うん、かけなくてもね、いけますね、ちっちゃな肉まんみたいな感じ、あ、わかる、ね、あ、いいこと言ったね、お前、うん、ほんまに新しいチャッターさんが入ってくれてます、はい、ですね、ハニーハニーペデーさんで、はい、体調ね、はい、しかり体調お願いします、はい、ハニーハイハイパハイハニーハイあハイペバスベースあ、ハーニーハイプ ビーストさん、お、ハーニーハイプ ビーストさん、ハーニーハイプビーストさん、すごい、うん、こんにちは、こんにちは、ハロー、ハロー、雷調査隊です、大学の方かな、うん、お、ね、うん、じゃんじゃんね書き込んでいただけると、そうですね、今日、あ、今ねすごい720人近くの方が、やったー、720人、はい、見に来てありますね、ありがとうございます、おー、はい、おー、あ、おー、イエス、おー、イエス、おー、イエス、ハロー、ハロー、イエス、あっちゃん、あいまっちゃん、げんこすさん、超上から目線え、誰がですか、さっきのくまちゃん、おー、how are you? How are you? Fine, thank you, and you? And you? And you? ん、そろそろ次回予告せやさん、ちょっと素晴らしいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、この番組、チャットのね、チャット調査隊の皆様に助けられてる番組でもあるかもしれないんで、はい、ね、そうですね、地域密着型の番組です、はい、まあ、とこなので、あの、先週調査させていただきましたメダカさん、はい、ぜひとも先週のアーカイブが残っておりますので、はい、こちらの方もチェックしていただいた、ね、あのね、サービスありますよね、特典ですよね、見ましたっていう特典、はい、もうございますので、ぜひ皆さんそちらもチェックしてくださいね、はい、はい、そしてあっちゃんは餃子作るってコルレオネさんが言っていただく、おお、コルレオネさん作ったことないですね、なさそう、なんか料理できなさそうなんですね、じゃあすごい言われるんですよね、いや、それあれですね、ちゃんと料理ができる女に見えるようにならないといけない、なんか卵かけご飯を料理って言いそうやね、あ、分かる分かる、ね、まあはい、ピンポさん、メダカさんの雷特典はっておっしゃってますけどね、はい、そちらもね、それはそうですね、そうですね、はい、アーカイブを見てちょうだい、はい、そうですね、はい、見てちょうだい、タイムキーパーがチャット上にいるってすごいこれでも今日こっちね、はい、ちょ実感見えないよね、そうですね、あ、本当だ、ね、うん、まあ大丈夫です。そうですよね。そんなこともあるんで、あの、皆さん助けてください。はい。そして、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 はい、はい、次回予告。次回予告、まずはちょっと、挟みますね。はい。あの、違う、メダカさんから紹介しまったお店、はい、ちょっとちらっとちょっと、じゃあ、しんちゃん言ってください。はい、はい、あ。ありがとうございます。はい。メダカさん、あの、ご主人さん、小野さんですね、はい、にご紹介いただいたお店が、はい、はい、聖蹟桜ヶ丘にございます。はい。炭火焼き、いくどん、いくどんさ ん, ん, さん、はい、あの、ひらがなでいくどんまでやって、うん、検索していただきましたらございます、聖蹟桜ヶ丘駅にございます、はい、炭火焼きいくどんさ ん, ん, さん、はい、そちらの方を調査させていただくんです が, ですが、
はい、それましたね。はい、はい、まあ今週の金曜日はちょっと間にまあスペシャルというかしおりんがね、そうですね、はい、はい、初期メンバーしおりんがちょっとねお休みの方入ったりしてたんですが、はい、ちょっと復帰という形で、はい、レーシックのそうですね、雷メンバー、しおりんのですね、レーシック手術を生中継で、雷調査隊が報告します。おー、そうですね、すごいレーシック、はい、このレーシックを調査ですよ。初めてですよ、初めて調査っていうか、はい、そうですね、はい、でですね、場所はですね、はい、SBC 新宿錦糸クリニック、はい、はい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 、でお店のアピールなんかも書いてありますね、はい、はい、あ、ちょっとね下に、はい、URL 出てるんで、お、あ、ほんとだ、ぜひともね、ぜひそちらの方、はい、チェックしていただいてください、ね、お、障害保障制度、はい、アピールがね、はい、徹底した管理で感染症がない、わ、これがやっぱり一番ですね、そういう感染症系がね、ちょっと怖いもんね、うん、やっぱね、そうですね、で、お、オリコンランキング2位、おお、素晴らしい、はい、何のオリコンランキングなんですかね、そういう調査でしょうね、アンケート的な、はい、すごい、院内が綺麗、やっぱね、これがやっぱね、病院はね、これ綺麗さが、ね、大事ですよ、ね、清潔な感じがね、はい、やっぱ絶対いいと思うんですね、お、多くのタレントさんもレーシックを受けている、なるほどなるほど、あ、なるほど、だってね、うちのね、あのね、はい、僕のね、あの父上とね、父上のね、あの弟様もね、はい、あのレーシック受けてるんですよ、実は、あ、そうなんだ、そうですそうです、あの結構ね、最近よく言われてるじゃん、うん、でも結構うちのね、あの父上のね、あの弟様はね、あのね、もう3年ぐらい前にもうやってるの、そう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 、早い人は早いんですよね、そう、すごいやっぱ目が悪くて、あ、新しい方入っていただいてますね、ました、はいはい、大丈夫じゃあ、はい、はい、あ、イエスドリームはい、どこだ、ジャイアン、ジャイアンあ、これティストさん、はい、そうですね、はい、ジャイアンティストさん、いつも入ってきますね、チャオカミナリ TV、 やべえ、サンキュー、何、アイマーちゃんアイマーちゃんだよ、げんこつさん、ボディコンランキングっていうことでね、ボディコンランキングどういうことちょっとね、げんこつさんがね、あとね、失敗したら笑えんな、本当の事故しかも、ね、ちゃんと ね、 あのね、時間を表示していただきますね、あ、すごいすごい、うん、はいはい、ちょっとね、お店、ちょっとね、こちらにもね、はい、ちょっとお店の URL、はい、出てますね、はい、おー、あ、いろいろほら書いてありますね、レーシックなら、医師に人気の、うん、医師に人気の、うん、SBC 新宿錦糸クリニック、これ初めてじゃないですか、まあ、そのしおりん の、 そのレーシック、うん、もう何あれ30分もかかんないらしいね、え、早いですね、そう、15分、すんごい、最近の医療はすごいですね、それでね、視力がぐっと回復するんですよ、うん、ね、しかもそのね、やっぱ両目の手術、うん、ね、高そうに見えるじゃないですか、確かに、でも今なら両目8万円ですって、あ、じゃあ片目、そんなもんでできるんだ、ね、そうですよね、素晴らしいじゃないですか、すごい、はい、すごい、おー、なんかたくさんちょっとね、うん、新しい言葉がたくさん出てますよ、多数の症例数を、誇る高性能エキシマレーザー、エキシマレーザー使用、あー、はいはい、エキシマか、はい、絶対わかんないですよ、わかるんだって、医者の息子だからさ、非厚生労働者、ね、厚生労働省承認、はい、イントラレース FS60 で精密フラップ、うん、あれがやっぱ60までいったか、安心の障害保障制度もうほんとどんどんいってるもう今日は、検査と手術が同日に受けられる日帰り治療、はい、あ、日帰りね、大丈夫なんだ、すごい、ね、普通ね、そういう手術とかって1回ね、1日やっぱ止まんないといけないっていうね、あ、そうなんだ、ねね、すごいですね、ね、じゃあ、おお、嫉妬、診察のすべてが、うん、眼科専門医、これはもうね、うん、あれですよ、必要ですよね、うん、やっぱそういうね、安心もないとね、やっぱ目のことやから ね、すごくやっぱ怖いですよね、うん、なんか喋れよお前よとか言っても超こっちに集中してちょっと、はい、先ほども言いましたが、徹底した感染症対策、
でも定理料金へのこだわり、追加料金一切なしで、うん、これはね、嬉しいですね。嬉しい。やっぱりね、何かこうね、手術をするってやっぱお金がかかるじゃないですか。確かに。やっぱ不安ですよね。でもこういうふうにね、やっぱ言っていただくとさ、すごくやっぱ安心してね、うん、あのレジック受けちゃうかなってやっぱね思いますよね。手術したいな、手術したいなじゃないけど。はい、逆にね、今見られてる方でレジック、うん、あのやったよっていう方おられたら、ぜひともね、いいですね、いいですね、いいですね、コメントいただけると、はいはいはい、嬉しいです。うん、大丈夫？うん、大丈夫。ここよ、押すの。はい、はい、ここよ、大丈夫。分かってますよ、分かってますよ、分かってます。今絶対ちょっと安心したよね。はい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 。お、トミーさん高い、あ高い？あ高いんだ。うん、高い方なんですかね。健吾さん超知ったかぶり。石屋の息子？石屋の息子、医者の息子、医者の息子、ほらばっか吹くからこの人本当にしかも石屋の息子って、あの医者の息子とあの石屋の息子で上手ですね、うまいですよね素晴らしい家ですね大丈夫ですか、誰なのか分かる今おばあちゃん老眼の視力はそうですね、私か、うん、いや私すごいメインですよね、視力どれぐらいあるの？そう、え、AA ですよ。だからそれ言ってたんですよね。私、あの、あれじゃわからないんですよね。何点何じゃわからないんですよ。だから目がほら、すごいいい目してるね。金粉がついたね。はい、安心さ、安さ、設備の良さなど大切ですね。うん、確かに。やっぱその、お医者さんをね、うん、選ぶときってさ、やっぱなんか不安じゃないですか。うん、やっぱその、体のことなんでね、うんうん。だからさ、そうやってやっぱり事前にこうやって書いてあるのね。すごいやっぱそのね、安心してね、身を委ねます、うんうん、委ねますよ、ね、大丈夫でもね、トミーさんがやっぱり、ね、怖いから嫌だっていうね、お話も絶対ね、あると思うんですよ、あると思いますけどね、だからそういうのも怖い、あ、そうですね、そうですね、うん、怖いから嫌だっていうのがあるんで、うんうんうん、正直ね、目のところになんか針くるんでしょ、そうですよね、どんな感じでもきっとあれじゃないですか、麻酔ってどこに打つかわかんないんですけど、うん、あれですよね、痛みはないけど見えるとかそんな感じなんじゃないですかね、そう、多分そんなんやと思うから、だからやってるところ、そうですね、それをね、ですよね、だからしおりんの手術前と手術後、はい、ちょっとどういう感想をさ、ね、交えつつ、ちょっといろいろと調査していきたいですよね、しっかりお送りさせていただきたい、レーシックがどんなものなのかっていうのをね、まだうちの、あの父上にも聞いてないのでね、はい、どうなってるのか、だからそこ押し通すねんなそれはだってあの、ね、すごい料亭の息子だから、そういうちょっと話しすぎやから、はい、先端恐怖症気味であげ、で先端恐怖症気味だから、うん、絶対嫌だすごいおっしゃってます、絶対嫌だ、先端で、あの怖い、怖い、だから鋭利なものがね、うん、あー分かるね、怖い、でも怖いですよね、そうなっちゃいます、せいやさん見守ってあげるのですね、はい、そうですね、私たち見守りますしおりんさんを、え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 、さっきちょっと思い出しちゃった、何を、げんこつさんがさ、あの、何ちょっと、喋って喋って、これはい、なんか気になります、何ですか、あの、生放送中失敗したらウケるようになって生放送失敗、そうそう、はい、そうそう、チャットでだけ、そうや、そうそう、そんな放送事故やばいですよ、もう笑えないです、大丈夫です、本当に、はい、ね、このお店はね、僕ちょっと、ほんと、一回ちょっと、今ね、ちょっとネットで見ましたけどもね、すごい、やっぱね、大丈夫です、本当なんか任せられそうやし、ね、うん、そうだね、うん、まあ、しっかりね、その不安、みんな最初って不安だと思うんで、うんうん、その気持ちもちゃんと持ちつつ、うんうん、あの皆様と同じ気持ちでね、調査させていただきますんで、うん、はい、はい、そうですね、あのレーシックってちゃんとした病院じゃないと、怖いよ ね、でもここは多分ね、うん、絶対大丈夫ですよ、オリコンに、はい、オリコンに、はい、うん、そうですね、もう一度言います、今週の、金曜日19時からはですね、はい、はい、SBC 新宿禁止クリニックさん、はいはい、で、あのしおりんがレーシック手術を受けますんで、はい、あのね、受ける前と受けた後、はい、まあ、どんな感じだったのかっていうのも交えつつ、うん、調査したいと思いますので、はい、はい、ぜひね、あのそちらも、よろしくお願いしますね、1時間、はい、お願いします、まあ、先週の金曜日、うん、あのメダカさんにご紹介させていただいた、はい、炭火焼きいくどんさんは、あの終わってから、はい、あの翌週3月ですね、3月の4日、3月ね、うん、4日か、3月4日金曜日か、うん、そうですね、はいはいはい、はい、にお送りさせていただきますので、はい、そちらの方、はい、お楽しみに、
押すなボディコン2位か。ひこさん押すなボディコン2位か。ボディコン2位押しますよ。ボディコンってわかる？わかんないです。え、わかんないの？え、ボディって体ってことですか？まあまあそうだけど。うんうんうん、え、知らないの？チェ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 ポン。チェ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 。え、あれですか？これあれですよね、バブル。チェ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 。バブル、バブルのあれですね。あ、よくね、ね、昔ちょっと流行ってた、うんね、僕も結構バブルの時はよく行ってましたよ、バブル何歳ですか？え、僕ですか、まあ、バブルに生まれてた頃はもうそれなりよくあの 芝浦のさ、そのディスコに行ったりとかさ、行ってましたよ、うん、え、そうなんだ、東京の芝にあったんですよ、昔ね、はい、うん、もうトミーさんもびっくりしてるわ、ね、そうびっくりするわな、バブル系ない、絶対違うよね、バブって言ってたんですよね、わかります、確かに赤ちゃん系で、実はそうです、その頃バブって言ってました、すごい、なのになんか言ってたみたいなディスコにデデデデ、でもしんちゃんもうあれだもんね、ソバージュかけて行ってない、そんな年行ってない、行ってないですよ、しんちゃんはこれ世代か、あと私はこれで会社を辞めましたって言うんですか、あ、でもご存知かもしれない。してるやっちゃん。これで解消よ。あの禁煙パイプ。そうそうそう。懐かしい。全然わかんないですよ。伝わんないですか。ダッパンボヨヨンボヨヨンじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと暴走しちゃいました。はい、暴走暴走。なんだそれ。七人焼き、七人炭火焼き、元気屋いくどんさん。はい、そうですね。ありがとうございます。元気屋いくどんさん。おしんちゃんボディコン着てた。ない。ない。おかしいでしょ。そうですね、服、ね、ジャンプなの、あれはジャンルになるの、ボディコンっていう一緒服の名前なのか、どうなんですか、ちょっと皆さん聞いてみましょうか ね、うん、ほら、せいやさんも知らない、俺も知らん、ね、あっちゃんは知らんだろ教えてください、ね、あの見られてる方はもしご存知でしたら、はい、ね、よくほら、お立ち台の上にさ、そのボディコン着た女性が立って、男子がすごい下からこう、ね、あれですか、なんかこういうなんかワンピースみたいなやつだよな、うん、ボディコンシャス、あ、ボディーコンシャス、かっこいいな、スタイルですねって、あ、スタイルね、ファッションの衣装、ラインが見えるとかそういう感じの服装なのかな、すごい、ちょっと懐かしいのも、そうですね、やっぱり、うん、ボディーコンシャス、ボディーコン、でもあれですね、ちょっと、うんね、これであるじゃないですか、ティリリリリっていう歌は分かりますよね、うん、定番、定番、でもなんかその歌を聞くとあの人が出てきますね、誰ですか、青、違います、うわぁ、同じ名前が浮かんでる、いや、あの人が出てきます、はい、あの人ですよ、うん、青田のりこさん、はいはいはい、あの元ね、シシガ、シシガ出てきましたね、ああ、うんうん、まあね、その世代にね、僕たちは、うん、いたって、あ、そう、僕たちはじゃないけど、あ、言い直した、言い直した、バブーだった、自分で作ったネタを自分でこう落とし込んで振らないで、私すいませんね、はい、10分前、本当に早いですね、わ、もうそんな時間か、そんな時間、早い、はい、見たか、姫は似合いそうな気がする、あ、確かに、まあ、姫はわかるけども、みーだともうパッツパッツでしかないじゃないの、あれ大丈夫かな、いや、でもなんか似合いそうですね、まあ、でもみーもね、その頃お立ち台に登ってた、あ、そうなんですか、そう、そういう年だからさ、あ、もういいって、ワンレンはって、ワンレンワンレン、ワンレンって何ですか、いや、僕も聞いてない、ワンレンっていうのは、うん、髪の毛がもう全部同じ長さで切られてるあの、日本人形みたいな、あー、あの、こけしみたいな、そう、ワンレングスっていう、ボン、あ、すいません、今、ボンって空気読んだ空気読んだということでね、ちょっともう早いね、あっという間、うん、10分、あの10分、これね、バブルの話で、ね、盛り上がっちゃったね、のれんの親戚ですね、へぇ、のれん、あ、のれんってあの、へいらっしゃいのやつ、ああ、うん、はい、そんなのかな、あ、でも親戚、親戚ワンレンが、あ、ワンレンが、あ、ワンレンって、のれんとワンレン、ね、レンが、嘘です、嘘です、嘘かい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 、こける、こける、嘘かい、どんどん
トミーさんが3人ともすごいのびのび番組やってなんかそんな1人いないだけでそんなに違いますかね。そんな伝わってますか、なんかのびのびしてる感じ。まあまあまあ、あの時間も、はい、まあ、そうです、はい、自由だなって本当に自由です、ね。はい、あの本当に、今度の金曜日はこちらの下にあの URL が出てるので、ね、はいはいはい、ぜひともそちらのレーシック、はい、そうですね、調査させていただきますので、うん、はいはいはい、SBC、新宿錦糸クリニックさんから、はい、今日、今週の金曜日19時からお届けいたします。はい、はい、ね、なんせね、あのオリコンランキングにだからね、押すでもランキング押す。いやでもそれはね重要ですよ、やっぱりそういうね、やっぱ ね、 そうですね、2位とかね、やっぱり、やっぱそういうところでやっぱやっていただきたいじゃない。うん、安心安心、そう安心ところでさ、やっぱ体をね、うん、回したいじゃないですか。うんうん、はい、ということで今日はね、しおりんのね、ちょっとね、まあ、復活ということで。そうですね、復活いいのかな。そうですね、うん、私は雷で初めて会いますよ。あ、そうですよね、しおりんさんに。しおりんさんにね、しおりんさんがレーシックを受ける前と、うん、受けた後どうでしたか、どうでしたか、バブになったどうでしたかってね、ちゃんと聞くんじゃよ。じゃよ、あれおじいちゃんバブからの赤ちゃんからのおじいちゃん。そうそうそう、うん、時代は流れますから、はい、早い早い。その上に静岡さんがね、大事やね、2位、うんうん、そうです。でも、トミさんすごい、あれです、すごい愛しますね。いやいやいや、これからね、そう、これからそうですよ、我々もね、もう、はい、1位目指して常にね、うん、頑張るから、あ、いいんじゃない、あ、そういう志が持てるからね。でもすごく安心のものはすごいやっぱ伝わりますので、うんうん、ぜひ皆さん、うん、SBC、新宿錦糸クリニックっていう、うん、あの新宿クリニックで、うん、あの検索してください。はいはい、そしたらそのね、安心さがすごく伝わりますので、はいはいね、そちらもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しおりんさん、自分の番組やってたで。あ、そうですよ、そうですよね、そうなんですよね、しおりん、3時からね、3時、うんうんうん、はい、今日です、今日です、今日ですね、あ、そうかそうか、そうだそうだ、今日だ、そうそう、うん、今日この今レーシックやるから今日、あ、隔週って言ってました、しおりんさんは、しおりんさん隔週って言ってました。さ、来週、あ、で、術後はまた、あ、そっか、レーシックするんでね、3月9日、3月9日から、はい、またね、また、うん、しおりんが、しおりんが、はい、するみたいですって。レーシックビフォーアフターを調査報告ね、そうですね、うん、はい、わあすごいな、なんかあ、コルレオネさん、はいはい、2位の方が夢があるって、わあ、今からみたいな、1位みたいな1位みたいなって。1位取れる、レーシック受けてしおりんがまともな性格になるか。無理ですね、うん、無理ですね、無理か、はい、受けたところでね、はい、その人は変わらない、変わらないですね。、うん、見た目で、判別するの分かりづらい、確かに、だからもう本人にやっぱり直接聞くしかないなと思うんですけど、本人の感想をいっぱい聞きますんで、うんうん、はい、成功を祈ってます。あ、はい、そうですよね、ありがとうございます、せいやさん、まあ、で、げんこつさんがあと5分と。早い、はい、おかげさまで、ね、おかげさまでじゃあね、じゃあ告知の方、あの、はい、山本さん、はい、お願いします。はい、うん、では、雷調査隊の告知の方をさせていただきます。はい、はいはいはい、我々が今着ております、うん、雷調査隊の T シャツ、トレーナー、iPhone ケース、いろいろございます、そちらの方がupsold.com、はい、upsold.com というサイトの方で雷調査隊検索していただきますと、はい、こちらの商品が今出てますね。素晴らしい、出てますね、はい、でこの画面のね、あの QR コード、あの、うんうん、バーコードリーダーの方で取っていただいて、はい、あのサイトの方にも接続できますので、うんうん、ぜひともそちらの方もチェックしていただいて、はい、購入いただいて、はい、雷調査隊としてまた番組を盛り上げていきましょう、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、C で右とか言ってもらうのかな。あ、これね、あの視力検査みたいにね。懐かしいね。ね。いいね。新しいな、あ、な、さっきのかっこよ、あ、新しいな、さっきのかっこよかったって。グッズとかさ、そうだね、いろいろ、うん、あのマグカップとかもあるんですけど。明日にそう出てます、はい、出てますね、はい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 、ぜひともアクセスしてくださいね。あ、じゃあこれ読んでみなさい、げんこつさんの、ん、あー、げんこつさん、ありがとうございます。あの、言ってそう言って。お前さ、一晩じゃねえんで。最後におらん。番組なんだよ、ちゃんと読めよ。あ、
あっちゃんに T シャツを送らなきゃ。あってますよね。そうだよ。ありがとう。それからありがとうございますだろ。めんこさんありがとうございます。見てありがとうございますじゃねえんだよ。読んでありがとうございますなんだよ。落ち着いてたよ。何この5分何があった。なんかスイッチ入っちゃった。オラオラが。けんこさんありがとうございます。グッズの映像かっこよかったって。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。おじいちゃん止めて。ね、止めてあげてください。私じゃもう止められません。もうくまちゃんのその妄想には。はい。ということで、個人の告知の方もさせていただきましょうか。はいはい、そうですね。あっちゃんどうぞ。ですね、来週になるんですけど、みやびちゃんの代わりに私、みやびんパラダイスを代わりにやって、あっちゃんパラダイスになります。でも3月、はい、3月いっぱい。3月いっぱい。うん、はい。ちょっと順にはちょっと出ないんですけど。なんで？ちょっとオーディオ？オーディションが、はい、入りまして。正直ね、あなた。すごいな。いや、もうくまちゃんがね。アスパラ乗っ取り。そうなんですよ。はい。アチャパラダイスになりますので、ぜひ応援に。はい、ぜひとも皆さんお願いください。前にどっかで出た舞台の役が降りてきたか。あ、私です ね、 そうやね、あのね、僕ね、そういうオラオラ系の役はやったことがないんですよね。だけど今までは、ネクラの役とかが多かったかな。絶対マギャすごい臆病な役とかも、ね、やりましたよ、いろいろね。いろいろやってますね。はい。はい、あ、アツパラ。のっとり。あっちゃんパラダイスのあかん。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 頑張ってや、ファイトって。せやさん。ありがとうございます。嬉しいですね、やっぱこうやってね、みんなから応援していただけるっていうことはね、幸せなことなんだよ。はい。最近行こうかんじゃ。はい、はい。まだ先の話なんですが、3月の26日ですね。はい。はい。裏、このね、うん、はい。ん？そこまで言って。売るよね。しますね。はい。はい。はい、この番組の去年ね、はい、第1回、はい、あの、去年の、新年一発目のゲストとして出ていただきました、ね、メル・リプレット先生、はい、はい、タロット占いで有名ですね、うんうん、はい、メル・リプレット先生がやっておられます番組、はい、うらちゃんですね、はい、はい、こちらのネット番組お台場 TV の方からそうですね、はい、お送りさせていただいております、うんうん、うらちゃんという番組に、はい、雷調査隊員全員で、そうですね、まあ、まあ、予定ですね、全員の予定なんです、全員の予定です、はい、雷調査隊員が3月26日ゲストとしてはい、出演させていただきますので、はい、ぜひともそちらの方も見てください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。何を占っていただけるんだろうか ね、 ね、ちょっとドキドキなんですけど、いやー、嬉しいですね、はい、占ってほしいな、はい、グルッポ宣伝お願いします。はい、ですね、はい、せいやさんがですね、はい、雷調査の、そうですね、あの、このチャット調査員の川原せいやさんが、はい、グルッポ、はい、そうですね、アメーバさんの方で、はい、はい、くれました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう早速ね、入ってきて、あの、グループ参加していただいている皆様もおられると思います、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ぜひともどん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 皆様のご参加お待ちしております、ね、いっぱいお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと言われてたから一瞬だけ言ってもいい？はい、はい、ちょっと本日お休みですが、愛原美優、いいよいいよ、もうそんなさ、もういないやつの告知なんかすることないんだってマジで。浜乙女、もういい、3月の4日から13日まで、ね、姫が、いや、怒られちゃう、怒られちゃう、ビンプで出てきて見てあげてください。あの、最後の、あ、最後って当分舞台、はい、これがラストになるかもみたいに言ってたんで、そうみたいですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、おしんちゃん優しい。もうそうですよね、うん、もううちらなんかすごい、ね、早いな、これもさん、お疲れ様っていうことで、はい、ということで、そうですね、そうですね、本日もね、あの、この1時間、はい、私、熊ちゃんパラダイス、あ、違う、改め、雷調査隊に、はい、参加していただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、金曜日、19時からですね、はい、SBC、はい、新宿錦糸クリニックさん、はい、はい、からお送りしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんそちらの方も、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日も1時間ありがとうございました。さよなら、神谷さんでした。バイバイ、ありがとう、じゃあねー。